イプ A が入ってた。そう、びっくり、本当にびっくり。なんか桃色クローバー Z さん、あと声優さん、声優さんあんまり見てないんですけど、と ST48 みたいな、もうほぼそんな感じで、えってなんでなんでってなった。ヨダキンボさんありがとう。しかもそのなんかジャンルを選択みたいなんで、洋楽みたいな、 K-POP で日本みたいなやつのこの資格があるんですけど、その資格も STU の写真だったの。すごくない？暗闇が。そう、なんかでもヨダキンボハニワさん、天使のヌグさんありがとう。あの運営の方も「え、入ってるの？」みたいな感じだ、感じでから、あ、知らないんだみたいな。私もなんで、なんかなんで言われてないんだろうって思ったけど、そのそんなすごいじゃないですか、飛行機の中に入ってますよって。ゆきかぜさん、花丸くんさん、ダダダダムダさんありがとう。そう、もう聞かれてなかったからびっくりしたけど、すごく嬉しいことだったので。いや違う、退役の飛行機にもあったし、日本に帰る飛行機にも入ってた、同じ、全く同じ音楽だったから、多分機長が風ちゃんし、なんで、そうみんなびっくりしてた。そうだから私は、そう、あの記念に暗闇聞いて飛行機で、いやすごいいい曲って思った。なんか普段はさ、ライブとかで歌ったりしてるけどさ、